いやー、そろそろ秋冬の本格的なアウター何か考え始めないとな。ロング丈のコートも持ってるし、ダウンも持ってるから、今年はちょっと違った雰囲気のものが欲しいんだよな。ダウンほどはカジュアルすぎずに、ロング丈のコートよりはサクッと羽織りやすいような何か便利なアウターってないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の最強秋冬アウターはこれに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通り、秋冬のアウターといったらロング丈のコートだとかダウンだとか、まあ、このあたりが定番的かなと思うんですね。ですので皆さんもすでにお持ちかなと思うんですが、まあ、今年はちょっと違った雰囲気のアウターにトライをしたいという方も少なくないのかなと思います。そこで今回はですね、僕の動画の中でもおなじみのグリーンレーベルさんと共同で、今までにはない大人の男性にぴったりのですね、秋冬アウターを作りましたので、今回は皆さんにですね、全力で解説をしていきたいなと思っています。それがですね、こちらのアイテムになっているんですね。ウール素材のカバーオールなんですが、これがですね、まさに大人の男性にはぴったりの秋冬のアウターなのかなと思っています。まあ、カバーオールは僕自身もとても大好きなんですが、もともとはすごくカジュアルな素材感のものなので、大人の男性に誰もが似合うようなアウターというよりは、割とおしゃれが好きな方には定評のあるようなアイテムだったと思うんですね。ですが最近はですね、このカバーオールをちょっと上品な素材で作ることで、大人のカジュアル着として落とし込んでいるような場面が増えてきたんですね。まさにグリーンレーベルさんもそのあたりのアイテムが得意で、春だとか秋に着れるようなちょっと薄手のカバーオール、僕の動画の中でもよく解説をしてるかなと思います。まあ、それがすごく便利だったので、もうちょっと冬場にも着れるようなしっかりとしたカバーオールがないのかなということで、まあ、今回は共同でですね、こちらのアイテムを作らせていただきました。このカバーオールなんですが、まさにですね、ダウンよりはきれいめだと思うんですね。まあ、素材がウールなので上品な質感は漂うんだけども、ロング丈のコートですね、まあ、それに比べると丈はぐっと短いのでかなり着やすいんですね。まあ、ロングコートの綺麗さって僕は大好きなんですが、まあ、どうしてもですね、丈が長いのでサクッと羽織りづらいというところがあるので、そのあたりを考慮してダウンと綺麗めなコートの中間ぐらいの立ち位置で、今回ですね、こちらのカバーオールを制作しました。かなりいい仕上がりになっていますので、この後実際に着ながら商品のディティールだとか素材感だとか、まあ、さらには着こなし方のポイントだとか、そのあたりをですね、しっかりと解説をしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。なかなか完成度は高くて、個人的にも大満足の仕上がりかなと思っています。ちなみに僕はですね、身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回はですね、 M サイズを着用しています。まあ、カバーオール自体がもともとですね、少しゆとりのあるような設計になっているので、皆さんの通常サイズを選んでもらって、まず間違いがないかなと思います。ボックス型でサイズ感はグリーンレベルさんらしいですね、ちょっと緩めのサイズ感に収まっているんですが、やりすぎ感がないので、大人の男性にもすごく使いやすいようなサイズバランスになってるかなと思います。デザインのベースはカバーオールなので、胸元ですとか腰にはですね、パッチポケットがついていまして、これがですね、着こなしの良いアクセントになっているんですね。そして丈の長さも絶妙で、まあ、後ろから見ていただくとわかるんですが、お尻の大部分が隠れるようになってるんですね。ですのでダウンに比べると適度に大人っぽくて小綺麗な雰囲気が出るんですね。一方でロング丈のコートってすごく美しくて個人的にも好きなんですが、やっぱりですね、丈が長い分動きづらかったりだとか、脱いだ時にどうしても荷物になりやすいというところが、まあ、デメリットかなと思うんですね。その点カバーオールは冬場にですね、着用し続けていても邪魔にならないし、脱いでもそこまで荷物にならないので、そういった点でもすごく便利かなと思っています。で、デザインはカバーオールなんですが、素材感ですね、これがすごく上品なので、大人の男性にもぴったりの雰囲気に仕上がってるかなと思います。まあ、この素材にはすごくこだわっていまして、スーパー110のウールを使って作られているセントデールという素材ですね、こちらをベースにして作られてるんですね。まあ、このようなメルトン地ってどうしてもですね、硬くてちょっと重たくて着づらいイメージって僕ら大人世代にはあるかなと思うんですが、実際に着ていただくとすごくわかるんですが、肌触りもソフトで柔らかくてずっしりとした重量感がないんですよね。なのでサクッと羽織りやすい点が非常に優れてるかなと思います。質感もすごくいいので、このような素材を贅沢に使ってカバーオールを作るというところが、まさにグリーンレベルさんらしいアプローチだなと個人的にも感じています。このようなちょっと厚手のですね、ウール
素材であれば、秋の終わりから着始めて、冬場もですね、内側次第で結構ですね、使えてしまうので、かなり便利なんですね。僕自身もちょっと違った方向ではありますが、丈がそこまで長くないですね、ウールのアウターを去年冬場に活用したんですが、内側にしっかりと暖かめのインナーを着て、シャツだとかニットを重ね着すれば、十分にですね、真冬も過ごすことができるので、かなり便利な一枚に仕上がってるかなと思っています。ちなみにこちらはいろんな着方ができまして、今僕は前をボタンを押して着ていますが、ボタンを開けた状態も結構バランスがいいです。開けてみるとこんな感じですね。内側にシャツだとかニットを着てですね、それをですね、前の部分から少し見せてあげるのも、なかなかバランスがいいかなと思うので、開けて着るのと閉めて着るのでも、だいぶ印象が変わってくるかなと思います。またそれだけではなくて、こちらのアウター、襟を立てて着ることができるんですね。それでも全く印象が変わるので、ちょっとやってみたいと思います。はい、どうでしょうか。実際に首元締めてみましたが、だいぶ印象が変わりますよね。まあ、最近はですね、このようなスタンドカラーのですね、アイテムなんかも増えてきてまして、通常の襟型なんだけども、襟を立ててこのようにですね、前でボタンで留めるタイプのものも増えてるんですが、しっかりとそういったトレンド感というのも詰め込んであるので、見せ方を大きく変えられるというのが個人的にはめちゃくちゃ便利なポイントだなと思っています。実際に冬場はこのように襟を立ててあげることで、風の侵入もですね、防げるので、かなりあったかいんですよね。ですので、見た目の良さと、あとは冬場にも暖かいという点で、まあどちらの要素をとってもですね、この襟立てができるというディティールも個人的には好きなポイントかなと思っています。ちなみにこちらのウールのカバーオールなんですが、今回ですね、3色展開で作ってるんですね。まあどの色に関しても僕自身実際にですね、細かな色味の違いを何度も確認をしながら、ああでもない、こうでもないと言いながらですね、ようやくたどり着いた色味なんですね。シャープで都会的な雰囲気のダークグレーは大人の男性にはもう間違いなく似合うので、ぜひ皆さんにもお勧めしたい一押しのカラーかなと思います。グレーなんだけども重たすぎないグレーで、やぼったく見えないようなクリーンさを感じる色合いなんですね。このあたりは本当にこだわって選んだだけあって、非常にいい仕上がりになってるかなと思います。その他にもですね、2色あります。ちょっと実際に着ながらですね、それぞれの色の魅力もしっかり解説をしたいなと思っています。はい、続いてオリーブを着てみましたが、いかがでしょうか。この色もですね、個人的にすごく気に入ってるんですね。まあ、ダークグレーのシャープな雰囲気もいいですが、このような、まあ、男性がすごく好きなですね、オリーブカラーも個人的にはすごくですね、魅力的に感じているんですね。まあ、オリーブといっても本当に様々な色味があるんですが、まあ、やぼったく見えないようなバランスというところを一番重視をしました。オリーブの色がベースになってるんですが、少しグレー味がかっていて、このあたりがやぼったさが出ないような絶妙なバランスになってるかなと思います。結構秋冬のアウターってブラックだとかネイビー、グレー、このあたりが多めになってくるので、ちょっと違いを出したいなという時には、このようなオリーブカラーはすごく一枚あるとですね、おしゃれに見えるなと思うんですね。まあ男性ってやっぱりですね、安心感のあるブラックを選びがちなんですが、あえて今回ですね、3色展開なんですが、ブラックは入れてないんですね。ダークグレーと、そしてこのオリーブというところで少しブラックとはずらしてるんですね。そこも一つのポイントになってるんですが、このカラーは人との違いもしっかりと出せるので、3色の中で一番こうおしゃれ度が高いというか、まあ、センスよく見えるような色合いかなと思います。個人的にはこちらのオリーブのカバーオールを着るときには、内側はですね、ちょっと爽やかめにオフホワイトだとかナチュラル系のニットですね、こういったもので合わせてもらうとちょうどバランスが取れるのかなと思います。まあ、ホワイト系の爽やかさとオリーブのちょっとこう男っぽさがうまく調和するので、バランスが取れるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。まあ、ボトムスに関しては僕の動画の中でも散々出てきているブラックのパンツですね。このあたりでまず間違いがないかなと思います。オリーブのちょっと男っぽさをホワイトの清潔感で和らげたりだとか、ブラックのシャープさでグッとですね、引き締めたりだとか、まあ、このような形で使っていただければ全く難しくないので、ぜひ皆さんですね、オリーブのカバーオールもですね、チェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3色目はですね、こちらモカになりますね。この色合いも仕上がりがいいので、なかなか皆さん3色で悩んでしまうんじゃないのかなと思います。先ほどご紹介したダークグレーは結構鉄板で使いやすいカラーだと思うんですね。様々なコーディネートに溶け込みやすいので、まずここから検討するのがいいかなと思うんですが、ちょっとクロート感が漂うようなオリーブもですね、男にはたまらない選択肢かなと思います。一方でこちらのモカに関しては、ちょっとこう柔らかみのあるカラーなんですね。ダークグレーだとかオリーブ
よりは明るめで、男性ももちろん好きなんですけども、女性からの評価も高いような柔らかな色合いなので、これまたですね、個人的には1枚あると便利な色なのかなと思っています。まあ、実際ですね、ブラックだとかネイビーあたりはいろんなお店で売ってるんですが、このようなモカだとかオリーブになると売ってはいても微妙な色合いの違いで、なんかしっくりこないなとか、大人の男性にはちょっとやぼったく見えるかなっていうのがあったりするんですが、この色味もですね、すごい良くてですね、ベージュとブラウンの間ぐらいの色味に設定していまして、やぼったく見えずに、かといって甘い雰囲気になりすぎないように結構バランスを考えたんですね。ちょっとグレー味がかっているところもあるので、このあたりはおしゃれが好きな方にも結構ですね、気に入っていただけるような、そんな色合いに仕上がってるかなと思っています。まあ、コーディネートはそんなに難しくなくて、内側には今ですね、細かいボーダーのですね、カットソーを着ていますが、先ほどオリーブの方で合わせていたナチュラルだとかホワイト系のニットで、上半身を明るめにまとめるのもすごくバランスがいいかなと思います。で、ボトムスに関してはですね、今回どのアウターにも全てブラックを合わせてるんですが、これなぜかというと、僕の動画の中ではブラックのパンツっていうのは一番よく出てくるアイテムかなと思うんですね。そのブラックのパンツに対して合わせやすいようなカバーオールを考えたので、あえて今回全部ブラックで合わせているんですけども、このモカ系の色にもボトムスはブラックでシャープに引き締めてあげるのがバランスがいいかなと思います。もちろんブラックだけじゃなくて、あえて明るめのホワイトだとか、そういったもので合わせてもらってもかなりバランスがいいので、ぜひ皆さんなりのですね、コーディネートの幅を楽しんでいただきたいなと思うんですが、まあこのモカもですね、一着あるとすごく活用できるので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、大人の秋冬アウターはこれが最強というテーマで、グリーンレーベルさんと共同で開発させていただきました、ウール素材のカバーオールですね、こちらを皆さんにご紹介させていただきました。これは完成度が非常に高かったですね。ダウンよりは綺麗めなんだけども、ロング丈のコートに比べると適度にカジュアル感があって、サクッと羽織りやすいというところでは、かなりこれはですね、秋冬に活躍してくれるアイテムかなと思っています。まあ、カバーオール自体が最近トレンド的な立ち位置になっているので、これをウール素材で上品に仕上げることで、まあ、ここまで活用しやすくなるんだなということを改めて実感しました。ぜひ皆さんこちらのアイテムチェックしていただきたいなと思っています。ちなみに肝心の価格なんですが、税込みで 27,500 円ということで、この素材感でいろんなアイテムが値上げしている中で、割とですね、買いやすい価格帯に収まってるかなと個人的には感じています。もうすでにダウンですとかロング丈のコート持っている方は、ぜひ検討していただければなと思っています。ちなみにこちらの商品なんですが、本日10月11日水曜日から予約開始となります。予約期間はだいたい10日前後になる予定なんですが、正式な販売開始はですね、10月末になります。オンラインですとか店頭で発売されますので、まあ、そちらも楽しみにしていただきたいなと思います。まあ、結構人気の商品になりそうなので、確実にゲットしたい方はですね、この予約期間を使ってですね、ぜひチェックをしていただければなと思っています。僕自身もですね、このアイテムめちゃくちゃよくできてるので、この秋冬にガンガン活用したいなと思っています。ぜひ皆さんの方でもですね、3色ありますが、どの色が気になったのかもコメント欄で教えていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。